皆さんこんにちは。米国下脱ロサンゼルス教会の岡野直也です。さて、この動画を録画している現在は2021年9月ということで、お彼岸の季節となっております。お彼岸というのは、まあ、日本人の皆様はご存知の通り、日本で広く昔から親しまれているものであります。もちろんご先祖様にご供養をさせていただく、お墓参りをするというのはいつでも素晴らしいことだと思います。さて、突然ではありますが、ここで質問です。皆さん、このお彼岸の意味というのをご存知でしょうか？例えば7月や8月には、お盆というのがありますが、お盆との違いって一体何なのでしょうか？今日はそういった点について勉強を一緒にさせていただけたらと思っております。お彼岸とは、春分の日と秋分の日、それぞれの前後3日間、合計7日間のことを指します。多くの日本人はこの期間にお墓に行ったり、家の仏具をきれいにしたりします。彼岸というのはサンスクリットのパラミタという言葉が意訳されたもので、悟りの世界、極楽浄土という意味があります。太陽は東から昇り、こう西に沈んでいきますが、この秋分の日と春分の日は夜と昼の長さがちょうど一緒の日、つまり太陽が真東から昇り、真西に沈んでいく日でもあります。日本は古来より太陽を信仰しています。太陽の動きを人生に例え、太陽が沈んでいく西方に、極楽浄土が存在すると信じており、真西に沈むお彼岸の日は一番天国にいる、極楽浄土にいるご先祖様との距離が近くなるという考えから、この日にお墓を参拝したり、ご供養をする習慣ができました。その一方、7月に行われるお盆というのは、正しくはウラボンエと呼び、これはサンスクリット語のウランバナという言葉から来ています。そしてこのウランバナという言葉は、逆さずりという意味があります。なぜ逆さずりというちょっとよくなさそうな言葉が使われているのでしょうか？昔 お釈迦様の時代、お釈迦様の10代弟子がいて、そのうちの一人が自身の神通力で、霊界にいる母親の姿を見たそうです。そうすると、母親が修験道の六道と四世で表せる十戒の中の一番下、地獄にいて逆さずりにされて苦しんでいたそうです。それを見たその弟子はですね、なんとか母親を救いたいとお釈迦様に相談したところ、母親だけではなく多くの御霊に供養をしなさいとお釈迦様に言われたため、修行僧たちでご供養をして母親の御霊を救ったというのが始まりと言われています。そこからさまざまな日本の文化と融合し、現在ではお墓からご先祖様の御霊を家に招待し、ご供養を捧げながら一室の時間を過ごすという現在の形に変わっていきました。基本的にはどちらもご先祖様や亡くなった御霊に供養と祈りを捧げるというのが根本的な目的ではありますが、一番大きな違いは、お盆は御霊中心の供養であるのに対し、お彼岸はそれと合わせて自分自身の成長という意味が含まれているところにあります。先ほどお彼岸という言葉は、極楽浄土という意味だとお伝えしましたが、彼岸というのは本来その字のまま、向こう側の岸という意味であり、その向こう側の岸に、こちら側に極楽浄土があるということになります。昔から人々は私たちがいる迷いと悩みの世界、世界、こちらを彼岸と言いますけれども、そこから盛りの悟りの世界である彼岸に渡って救われたいと強く願っていました。しかしその2つの岸の間には、煩悩という川が流れており、私たちの世界にある
悩みや苦しみを断ち切って初めて彼岸に行くことができます。そしてこの煩悩の川を渡る方法というのが仏教で説かれており、それを六波羅蜜と呼んでおります。そしてこれを実践することによって彼岸に到達できると言われています。その六波羅蜜とは、伏せ、自戒、ニンニク、精進、禅定、知恵です。それぞれ一つ一つの意味を簡単にご説明させていただきます。一つ目の伏せとは施すこと、人のために惜しみなく何か良いことをする、お金を寄付することもそうですし、ボランティア活動はもちろん、単にですね、人に笑顔で優しく接したりすることも、これに含まれます。次は自戒、これは本分を忘れずにルールを守った生き方で人間らしく生活するということ、自分勝手に生きるのではなく、お互いに相手のことを考えながら仲良く譲り合っていく生活です。また自分自身を律することも含まれます。3つ目はニンニク、これは字のごとく耐える、耐え忍ぶこと、耐えること、怒らないこと、また、逆に何かあっても落ち込まないこと、時には犠牲的精神を持って困難に立ち向かっていくこと。次が精進、これはまずは最善を尽くして努力をするということ。いい結果が得られたとしてもそれにおごらず、さらに向上心を持って継続していくということ。また大自然の法則に沿った行動を実践していくことも含まれます。次は禅定、これは心を落ち着けて動揺しないこと、どんな場面でも心を平静に保ち雰囲気に流されないことです。そのためにも、当教会で実践しているアジカンメディテーションやお清めなどはとてもいいと思います。最後が知恵、真理を見極めて真実の認識力を得るということ。人は誰しも生まれながらにして持っている、仏様と同様の心を再度磨き直して、最初に言った5つのものを正しく行うということです。ではここで言う真実の認識力とはどういうことでしょう。例えば六波羅蜜の一つ、伏せを実践しようと、まあ、1万円を持ってですね、誰かにあげようと寄付しようと思ったとします。しかし、まあ、どこの誰だかわからないような人にこの1万円をあげてしまったとすると、もしかしたらその人はギャンブルとかに使ってしまうかもしれません。そうなると寄付をしようと思った行動、それ自体は素晴らしいんですが、その行動は結果的に無意味になってしまいます。寄付するという行為は素晴らしくても、どこに寄付するかということも大事な要素であり、そういったことを見極められる力というのがこの真実の認識力というものです。そういった意味でも教会に寄付をするというのは、寄付したお金が正しく使われるという点においてとても良いことだと言えます。また私と優子は最近子育てに奮闘というか、いろいろと悪戦苦闘しておりますが、例えばナナミが夜、娘がですね、夜歯を磨きたくないとよくダダをこねます。以前はどんなに嫌だと言っても、虫歯になって痛い思いをさせるのはかわいそうだから、強引に時には押さえつけてでも泣いてでも歯磨きをしていました。しかし最近はですね、押さえつけて泣かせてまでやる必要はないのではないか、もし歯磨きをしたくないならしなくてもいいのではないか、それで虫歯ができて痛い思いをして、それによって歯磨きの大切さに気づいてくれるなら、ナナミの人生を長い目で見た時にそっちの方が良いのではないかと、そういうような風に考えるようになりました。どちらが正しいかっていうのは賛否両論あるかと思いますが、もしかしたら子供一人一人によって違った答えがあるのかもしれませんし、そういった意味でも日々この知恵の実践をして、何がその子にとって一番か、その真実を見極められるよう私も日々勉強中であります。
以上が、まあ、彼岸に到達するための手段である六波羅蜜、煩悩の川を渡るための手段である六波羅蜜をご紹介させていただきました。最初にお彼岸というのは春分の日と春分の日の前後3日間を合わせた合計7日間だというふうにお伝えしました。この前後の6日間というのは、六波羅蜜を1日一つずつ実践していくための期間であります。皆様お彼岸の供養というと、まあ、御霊に捧げて安礼してもらうということに気持ちが行きがちではありますが、それだけではなく自分自身をより良くしていくための修行という意味があり、まあ、それこそが本当に重要なんだということを再認識していただけたら幸いですし、まあ、そうしてこそご先祖様も安礼されることと思います。現在世界の情勢はとても不安定で混沌とした世の中になってきているなと感じます。そんな時だからこそこのお彼岸の意味に含まれている六波羅蜜という悟りに到達するための6つの行いを日々実践していただき、心を安定させより良い社会の実現に向けてお互い努力していきましょう。皆様のますますのご健康とご多幸をお祈りして今日のお話とさせていただきます。ご清聴いただきましてどうもありがとうございました。